ここに映ってる車、以前にね Z33 ミッションに今日乗せて初めて走りますっていう動画を、去年の12月の末にね動画を撮って載せたんですけども、そこからまあ乗って何ヶ月か経ったんで、今日はその後 Z33 ミッション使ってみてどうだったっていうトークと、あと今日これね貸していただけるってことなんで、私も実際に乗って走ってみたいと思います。で Z33 ミッションでファイナルが今これが 4.6 です。で私以前に Z33 ミッションで 3.7 のファイナルは茂原で乗ったことがあります。ここら辺にね過去動画出てると思うんですけど、それと比較もできるんで、その 3.7 の時は 2.3 シフトだったんですけど、4.6 だと 3.4 シフトで、走ることになるので、それもねまたあの縦で、まあシフトチェンジができるっていうのも、まあちょっとねどんなもんなのかっていうのもあるので、車載動画その後にトークみんなでちょっとしていきたいなと思うんで、ご視聴よろしくお願いします。走ってきました。で慣れると全然ポイント掴んじゃえば、あの楽しい、あの 3,4 シフトってどうなのかなと思ったけど、最初はなんかあそっか 3,4 だったと思ったけど、でこっから聞きたいのが Z33 ミッションになって、何ヶ月か経って、で最初いくつで乗ったってファイナル 4.3 で乗ってて、今が 4.6。で 4.3 の時も結局4速使うような感じだったんで、4.6にした方が詰まって乗りやすくなるから、確かに4でそう詰まる時にちょこんと煽ってやれば全然吹けるから、全然問題ないもんな。でね、そこは結局ファイナルが 3.7 のバージョンも今日実は乗ってて、で 4.6 も今同じ乗ってて、パワーもね多分クリの方が、パワーはあるけども、感覚で言うとちょっとね、あの上手い人向けな感じはする。多分ちゃんと回転を合わせるとかができる人じゃないと乗れない感じだけど、そこを掴んじゃうとその1個上のギアが何だろう、パフォーマンスにつながる。確実だとさ煙も出るし、すごい出ます、ちょっと上めのギアで回してるから、例えばドリフトよく分かんない人が見たら なんかすげえみたいな、そういうパフォーマンス力は抜群にあると思う。やっぱり1個上のギアっていうのは。
ギアは、でも4でやっぱ行くぞ。3本すると4。どこのサーキットでもいわゆるみんなが3使うとこは4になるわけ。そうですね。ただ売上的にも多分渋谷のサーキットはほぼほぼ一緒ぐらいだ。本当に微妙に違うみたいな。なるほどね。タイヤは2653518。実際 Z33 ミッションはもうだいぶ慣れたわけでしょ。だいぶ慣れました。でどう、結局ほらいろんなミッションがあって、でもうこれで大体固定でいこうかなって。そうですね、まあでもゆくゆくはどうやりたいですか。戻るね。戻りたいけどやっぱり今の問題もあるんですけど高いもんな。壊れた時がやっぱり、そうだね、壊れたらきついね。あれ Z33 ミッションは新品でも25万ドルだった。いや20万ぐらい。20万ぐらい安いね。そうなんです。安いねって言うとちょっと語弊があるな。その金はない。その金はないけど、ミッション新品で考えたら安いでしょ。じゃあ Z33 が、いや壊れないっていうメリットを考えると、やっぱり今は一番コストパフォーマンスを考えるといいなっていう。そうですね。やっぱりさっきさ、あのギア比的には純正ミッションのギア比がいいって言ってね。 SR も SR、 なるほど。純正ミッションのギア比が一番乗りやすいですね、やっぱり。ってことは、壊れない SR のギア比のミッションがあれば、それがいいなって。で、C って言うならシックロなしだったら、もうなし。最高じゃない。ああ、ドカンと入れられる。じゃあ、でもそうすると、なんだ、ドグミッションでギア比がもうちょっと違うバージョンがあれば、でしかも安い。難しい。あれもノーマルミッションギア比の部分乗ったことないんで。あ、まあ、ね、トラストの6速はやっぱり超クロスじゃないですか。あ、だから、まあ、いいとこもあればやっぱり悪いとこも出てくる。そうか、いいとこも悪いとこも、はい、結構ドリフトだとギアがあんまり詰まってると、あのね、正直乗りにくいんですよ。ある程度の幅もやっぱ必要で、シフトチェンジが多すぎる。それはそれで難だもんね。そうです。まあ、だから今現状でコストと耐久性を考えると、 Z33 って多分ね、今一番みんなが選びやすいところに来てると思うんで、これからもいろんなね、あの Z33 ミッションでファイナルもみんなそれぞれ考え方違うし、走るサーキットも違えばもちろん変わると思うんで、そこも含めて、いろいろね報告できてればなと思うんで、まあ今は Z33 いいんじゃないかなと思うんで。ちなみに一番気に入ってるポイントは、耐久性。そうですね、壊れづらい。まだブローしてるって聞いたことないんで。それでかいね。ブローしてる人教えてください。いたらぜひコメントもらえば、あのこういう壊した人を知ってますとか、 できればね、そのパワーがどれぐらい出てるかとか、どういう時に壊れたかとか。そうか、壊れてないってすごいね。まだ自分の周りあんまついてていないですけど、壊してる人もついてない。でも俺がパッと思いつくだけで今何人かいるんで、 Z33 ミッションの人は、確かに俺も聞いたことがない。これはちょっと面白いね。ちょっと引き続きなんか誰かあの見て、そういう思い当たることがあったら教えてください。今日は Z33 ミッションを何ヶ月か使ってみて、その後で私もインプレさせてもらって、おすすめですよ。という動画でした。今日は以上です。チャンネル登録よろしくお願いします。